愛知県立豊田北高等学校は愛知県豊田市にある県立の高等学校。愛称は、本北または北高。豊田市内では比較的新しい公立高校。二連四学の精神を掲げ、家庭学習の充実を図っている。また、スタディークラスと呼ばれる特進クラスの形成によって、修熟度別学習を行っている。早朝、授業後、また、 長期休暇中には全員参加の補修授業を行い、生徒の進路実現に向けて教員がサポートを行っている。下季においては2.3年生を対象とした学習合宿が行われていたが、現在は校内での学習会が行われている。毎年、球技大会が行われ、全校を挙げての熱戦が繰り広げられる。文化祭、体育祭は3日間にわたって行われる。 生徒たちの熱気あふれる行事となっている。また、外部からの招待者による発表も行われている。体育祭では、マスゲームが名物とされていたが、授業時間数の不足と指導者の不足によって、フォークダンスにとって変わられたが、これもマスコット作りにとって変わられている。作成されたマスコットは、もらい手がいれば引き取ってもらうため、 主に学校周辺の施設や会社などで見かけることがしばしばある。一級河川や萩川のほとり、豊田市のシンボルでもある、豊田大橋と豊田スタジアムを望むという素晴らしい立地で、豊田スタジアムでコンサートやライブなどが行われるときはその音が流れてくることもある。豊田大橋が利用でき、市街地にも近いため便利な立地にある。 試験前ともなると、豊田市駅前の3号館で学習をする生徒が多数、見受けられる。前述のように、矢作川が隣を流れており、過去の東海豪雨の際には、豊田タスタジアムの建設途中ということも、相まって、周辺整備が進んでおらず、学校周辺が一部水没した。学校は休校措置が取られた。北高生の8割が、自転車通学である。 平成17年から20年と4年連続で水泳部が高校総体に出場。平成19年20年と2年連続でボート部が高校総体に出場。ありがとうございます。